はい、では21時半になりました。第6回目ミネラジカッコカリを始めさせていただきたいと思います。早速チャットにいろいろ書いてあります。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。今日も来てくださってありがとうございます。ね、いや、世間はすっかり日常に戻ってしまいましたね。はい、なんか未だにね、元旦がどうだったとかお正月がどうだったみたいな気持ちを若干引きずってるんですけども、世間はすっかり日常になってしまいました。なんかこの配信始めたのが12月だったんで、なんか話すネタはいっぱいあったんですよね、もともとね。なんかね、あのちょうど東宝のこのアレンジがすごいみたいなのもやってましたし、なんか普通に世間でもざわざわいろんなことがあったんで、ネタはいっぱいあったんですけど、ここへ来て少しあの息切れを感じております。早いわっていう、まあ早いけど、まあでもなんやかんや、なんかね、チャット書いてくれる人もいますし、なんだかんだ、うん、時間は過ぎていくから多分大丈夫でしょう。はい、なんか今日はね、あの石鹸屋さんと、石鹸屋さんっていうとなんかお店屋さんみたいなんですけど、石鹸屋さんと少年ビビットさんのライブをやっているそうですね。今頃ライブやってる、やってないか、もう終わったかな、もう終わって、もう撤収作業してたり、そんなことも、もう撤収も終わってるかな、今からみんな打ち上げだってやってたりするんですかね。ちょっと最近コロナ禍なんで打ち上げ事情どうなってるのかわかんないんですけどね、なんかきっと楽しいライブだったんだろうなと、ちょっとツイッターを覗きながら思っていたんですけど、そう、なんか少年ビビットさんね、少年ビビットさんリーダーのいちくんとか、あとギターやってる平竹さんはいろいろご縁がある方たちなので、なんかそれこそ去年うちに遊びに来てくれましたし、なんかあの平竹さんやいちくんがうちにいて、なぜかうちの子供たちの相手をしてくれているみたいな謎体験をしたばっかりなんですけど、その方たちがあの石鹸屋さんとツーマンでライブをしていると、ね、率直に羨ましい。いいなぁ、楽しそう、私も混ざりたい。もう普通に観客側でいいのでいたいですね。ね、なんかね、石鹸屋さんはほんと最近いろんなサークルさんを引っ張り上げて舞台に立たせてくれる機会をくださったりだとか、東方界隈を先陣切って盛り上げてくださってる感じがあるので、とってもありがたいことだなと思っております。なんかもう東方アレンジ興味ある、聞いてる、好きだっていう人だったらもう誰もが知ってるあの石鹸屋さんが、なんかね、積極的に若いサークルさんや隠れた名アレンジャーたちを引き上げてくれている、ね、なんか偉大な大先輩ですよね。なんか本当にまさにいい上司、素敵な上司、いいトップだなという思いですね。誰目線なんですけど、ね、私は一体なんか誰なんだっていう立場でちょっと物言っちゃって、すごい恐縮なんですけど、私もいつかお目にかかれたら背筋正してご挨拶ができたらいいなと思います。普通に石鹸屋さんは CD もいっぱい買ってましたし、ライブも見に行ったことあります。めちゃくちゃ楽しかった、すごいかっこいいね。え、なんかいつかお目にかかれたら嬉しいなと思ってますね。でもなんかね、ライブが開催されることも
なんか増えてきてすごくいい傾向ですね。コロナ的にも、あの私があのライブになかなか行けないのはあの普通にあのお家の事情で、コロナとか世間何も関係ない事情なんであれなんですけど、行ける人はねどんどん行ったらきっとみんな楽しいんじゃないかなと思います。でね、ライブやる側ももうほんと最近ぼっちザロックとかでもやってましたけど、ライブをライブハウスで行うっていうことのハードルの高さ、あと厳しいノルマの現実とか、ああいうのをねなんか聞いちゃうと、ああ見たりしちゃうと、ああみんなやっぱり出る側も頑張ってるし、なんか行く側もなんかやっぱ応援してるバンドさんや応援してるサークルさんがあったら、その人たちのためにもできるだけあの活動、その方たちが活動を続けられるように、自分にできることは何だろうか、ライブに行けるなら足を運ぼうみたいな気になる方がたくさん出てくるといいなとか思ったりしました、ね、そうなんですよね、現実ね、そうライブをするにも CD を作るにもどうしてもあの時間と体力もろもろ以外にもどうしても、ね、資金面っていうね厳しい現実があるので、うんねえ本当に、なんで私もなんか自分の CD を作る大半の労力はお金を貯めることですそう、あのお金をまず、そうですね、 CD を作るためのお金をなんとかかき集めるのが8割もうそこをこなしてしまえばなんか CD はできます。はい、そうなんかね、プレスするお金だったり協力してくれた方にあのありがとうございましたっていう気持ちをの分とかいろいろやっぱ必要ですので、てお金は必要、お金は必要って話をしたかったわけじゃないんだけど、なんでこうなったんだろう、そう、ね、だけど、まあ、お金もですけど、あの気持ちもすごく潤いので、ライブ行ける人はぜひ行ってほしいなと思います。ね、私もね、去年は即売会復帰が1回だけでしたけど果たせたんで、ね、今年はちょっと状況見ながらライブも行けたらいいな、ね、見に行くだけでもいいから行きたいと思います。そう、それで、ま、ライブには行けてはいないんですが、やっと今週から歌を始めました。長かった、ここまで来るのに長かった。そう、なんかずっとこの配信が始まったあたりからずっと喉を痛めてて、全然歌が歌えてませんって言ってたんですけど、やっとちょっと調子が良くなってきたんで、ちょっとずつあのできるようになってきました。日中ちょっと子供たちが幼稚園とかに出払ってる私しかいない時間に、もうちょっと隙間時間で やれる時にやるようにしております。いろいろね、なんか準備とかありますし、今後のなんかいつ子供たちが風邪ひいたとかなんやで、あの時間が取れなくなるかわかんないんで、やれる時にはガツッと、そう最近歌が歌えるようになってきたのですごく嬉しいです。うちマンションなんで、ちょっとあのご近所に聞こえてないかなとか若干心配にはなったりするんですけど、多分大丈夫かな、窓閉まってるしね、今の時期ね、うちも閉まってるし向こうさんも閉まってるし、うん、きっと大丈夫と信じて音作業ちょっとずつ始めました。はい、あ、チャットが増えてる、ありがとうございます。今週もよろしくお願いします。あー、いつもありがとうございます、よろしくお願いします。あ、すごい、ぴょんちゃんと姉さんも来てくれた、あ、水平さんもいる、あ、ありがとうございます。いや、女子たちありがとう。なんか小さい音でいいよ、小さい音で大丈夫ですよ、ありがとうございます。こんばんは、こんばんはね、いや、ご挨拶は嬉しいですね。そう、夜はこんばんは、朝はおはようございます、お昼はこんにちは、
ね。八代さん、世知辛いね。そうなんです、世知辛いですもんね。大人になって知りました、やっぱりお金は大事です。ねえ、まあでもね、ちょっといろんな、なんかスーパー行ってもなんかいろんなもの高いなって思うことやっぱ増えたんですけど、なんか最近だとね、鳥インフルがすごい流行ってるのもあって、卵が安くて、私いつも一番ちょっとお買い得な卵を買ってたんですけど、その卵が最近あの棚に並ばなくなってしまって、なんかお詫びの張り紙がしてありました。鳥インフルの影響ですって、一時休止してますってあったので、あの普段はあまり買わない、もうちょこっとお高めの違う卵を最近買ってるんですけど、そう、卵もそんな感じで並ばなくなってしまいましたし、売ってはいます、ゼロにはなってないからあのいいんですけどね。鶏肉も、そう、私も鶏肉がもう本当に好きなんですけど、鶏肉が高いのもちょっとね、切ないですよね。明日お家でグラタンやろうと思ってて、グラタンに鶏もも肉入れたかったんですけど、あんまり高いから胸肉にしちゃいました。胸肉の方が若干安いんで。そう、グラタンも、私もグラタン好きだし、あと下の子は食べるし、でまあでも上の子がグラタン食べないんで、ちょっとなんか若干作りがいがないなっていう感じするんですけど、明日はグラタンを作ります。で、鶏もも肉を入れたかったんですけど、もも肉が高かったんで胸肉です。ね、仕方ない。でも胸肉もね、タンパク質多くって脂質低くってヘルシーなんで、結構食べ応えもありますしね、さっぱり食べれていいんじゃないでしょうか。という感じで明日はグラタンやりますね。エビも入れたかったんだけどね、エビもね大好きなんだけど、エビもね、魚介って高いよね。実家出てからね知りました。お肉も高いし、エビとかイカとか魚も、あ、こんなにするんだって、なんかね、実家のありがたさを知りましたよね。自分で買い物行ってご飯作るようになったら、言っても大したものは作ってないんですけど。そうなんですね。でもね、鳥さんもね、インフルでどうしても殺処分するしかないので、あれが本当にかわいそうですよね。仕方ない、衛生上の理由とはいえね、殺処分は悲しいな。早く落ち着くといいですよね。もう本当に、なんか個人的にもう本当になんか1月や2月に思い入れがある人には本当に後ろから刺されそうなんですけど、なんか12月はね、年末だし、クリスマス、お正月、冬休みみたいな感じで結構ウキウキする感じがあるんですけど、なんかそこを超えてしまったら、ただ春が来るまで寒さに耐える季節みたいな印象があります。1月、2月、もちろん楽しいイベントあるんですけど、チョコレート美味しいですし、2月は太巻き食べるし、あとバレンタインもある。あ、そう、バレンタインがあったわ、2月ね。これがね、忘れちゃいけないの。そう、バレンタインもあるし、あ、結構楽しいこといっぱいありますね。いっぱいあるんですけど、でもなんかどうしても春が待ち遠しいなーみたいな、なんか耐える時期だなっていうイメージがあります。お正月が終わってしまった後ってね、雪も多いし、んで、なんだっけね、風も流行るし、寒いし、乾燥するし、もう本当に気抜くと手がガッサガサなんで、ちょっと本当にちょっとなんとか乗り切りたいなっていうところですね。そうで、なんか話が脱線してばっかなんですけど、そうで、なんか喋るネタを何喋ろうかなって思った時に考えたのが、最近見ていたアニメの話でもしようかなと思いました。はい。で、なんかもうって言いながらもう15分経ってるんで、
ちょっとびっくりしちゃった。もう15分経ってるの、経ってるの、もう余計なことしか喋ってないのに。そう、もう15分経っちゃったんで、もしかしたら2週3週ぐらいにわたってこの話題をなんとか引っ張っていこうかなって思ったんですけど、うん、ちょっと最近見てたアニメの話でもしようかなって思いました。はい、去年2022年10月からは私にしては結構いっぱい見てたんですよ。本当はなんかね、毎回いろいろ、あ、今期こんなアニメやるんだ、見たいなって言って、見たい、追いかけたいんですけど、ちょっとなかなか時間が通るの難しくって、あんまりいろいろ積極的には見れておりません。でも去年の10月からは見たいのがいっぱいあったんで、なんとか時間を捻出して、いろいろ見てました。ね、なんか豊作でしたね、個人的にすごく。ね、ただね、アニメの話って、なんかネタバレがどこまで言っていいのかちょっと難しいんで、ね、なんかどこまで話していいんでしょうね。みんながみんな知ってるわけじゃないですし、ね、ちょっとどこまで言っていいのやら難しいんで、ちょっとさらっとあんまりなんか核心に触れないところでちょっとさらっと触るぐらいにしておこうと思います。はい、じゃあまず1個目、スパイファミリー。スパイファミリー見てました。わー、見てましたね。スパイファミリーはジャンプラでも読んでおります。なんかね、映画もやるそうですね。ミュージカルもやるし。そう、なんか最近はね、アニメやって映画やってミュージカルもやってみたいな、なんかそういうなんか連動してる感じがありますよね。でもね、 2.5 次元面白いからね、あれはあれで。私もある 2.5 次元にめちゃくちゃハマってた時期があって、でも結局舞台のチケット取れなかったんで、ライブビューイングしか見れなかったんですけど、あれは漫画ともアニメとも違う良さがありました。作品もですけど、中の人もちょっと押してしまいそうになりますし、新たな扉が開く感じがします。うん、でね、なんかね、アーニャちゃんが4人の女の子でね、1人はスイちゃんなんですよ。でもなんか発表聞いた時に、わかるって思いました。スイちゃんは本当に可愛い。グーカワ、スイちゃんは可愛い。見つけたの、見つけたっていうEテレのね、子供番組があるんですけど、そこのお姉さん、お姉さんっていうには幼いちっちゃい子なんですけど、スイちゃんって女の子がね、可愛いんですね。その子がアーニャちゃんやると聞いて、めちゃくちゃぴったりって思いましたね。ちょっと今後が楽しみでございます。でね、スパイファミリーあれですね、結局ね、ロイド・フォージョーさんはね、素直にかっこいいです普通にかっこいいです。イケメンです。もう私はもう普通に歓喜してます。かっこいいんで、キャーロイドさんかっこいいって、普通になんかキャーキャー言ってます。でね、無敵すぎますしね、もう多分ロイドさんも多分アーニャちゃんと同じで、きっと人の心が読めるんじゃないかなっていうぐらい、相手がこれから何するかとか全部わかってるんで、多分ロイドさんもきっと心が読めます。そんな気がする。でね、そんなね、完璧なロイドさんにヨルさんはぴったりだと思うしね、美人だし可愛いし、すごい好きです。ヨルさん可愛い、ね、ちょっとね、お料理が、ね、ある意味ちょっと食べてみたい気はするんですけど。でね、やっぱね、当然のことながらアーニャちゃんは可愛いですし、あとアーニャちゃんの言ってる学校のヒゲの先生も好きです。名前ちょっとごめんなさい飛んじゃったんですけど、ヒゲのおじいさん、エレガントじいさんです。エレガントじいさんがすごく好きです。いい先生だ。で、あとお友達のベッキーちゃん、ベッキーちゃんも本当にいい子、かわいい。アーニャちゃんよりもなんか素直でいい子なんじゃないかなって思います。で、私が一番好きなのはボンドです。アニメの方じゃなくて、白いモフモフのでっかいワンちゃん、ボンドが、あの子が私一番好きです。
すごい抱きつきたい、匂いを嗅ぎたい。ワンちゃんは可愛い。でなんか主題歌の話なんですけど、個人的には主題歌はあのワンクール目の時の星野源さんとヒゲダンがやっぱ良かったですね。なんか最初の印象も強いのかなと思うんですけど、なんかファーストインパクトみたいな感じが、そうなんかやっぱ一番最初のものってすごく強く印象に残りますよね。なんかだって鬼滅の刃のイメージがやっぱりリサちゃんって感じしますし、あのもちろんあのエメちゃんの残響参加も大好きなんですけど、あれも鬼滅の曲だなって思うんですけど、やっぱ最初に鬼滅のアニメって聞いて思い浮かぶのはリサちゃんのグレンゲですし、あのもうこれは仕方ないのかもしれないですね。もう一番最初の印象って真っ白なイメージから入る印象で、なんか2期3期とかで曲が変わったりするとやっぱ基準はなんとなく無意識に1曲目1個目の印象と比べてどうかっていうあの比べ方になっちゃうんで、ね、ファーストインパクトは強い、うんね、だってセーラームーンもいろんな曲あったと思うんですけど、やっぱり思い浮かぶのはムーンライト伝説ですしね。うん。でね、なんかスパイファミリーの話してたはずなんですけど、あのいろんなちょっと話に行ってしまいました。そう、すごくあのヒゲダンのミックスナッツと、そうあれがなんかすごい上手に作ってあるんですよね。なんかすごくいい塩梅でちゃんとスパイファミリーのアニソンになっていて、でも一般の人にも受け入れられるおしゃれな J-POP にも J-POP おしゃれな曲にもなっていて、なんかいい意味悪い意味とにも取れるんですけど、アニソンっぽいダサさがない、ダサさを感じない程度に上手にあのワードを散りばめているんで、すごい上手だなって思いましたね。ほんとね、誰目線なんだっていう誰目線かなっていう感じなんですけど、そうすごいあのオープニングはすごい上手だなって思いました、ね、でも今回のバンプオブチキンのあの藤原星もすごく良かったです。あの歌詞に合わせてロイドさんが歩いてたり、アネちゃんが走ってたりするのがあなんかいいなって思いましたそうなんです。チャットにちょっと行ってみましょう。鶏肉ほんと高い、つらい。そうなの、ほんとに鶏肉が高いの、物価高に加えてこの鶏インフルだから、そうやっぱね、鶏肉に助けられてる人は多いと思います、ね、ちょっとほんとに早く鶏インフルが落ち着くことを願って。ぴょんちゃん、グラタンいいね、美味しいよね。あ、嬉しい。そう、グラタンね、美味しいの。寒いからなんかあったかいもの食べたいなと思って、そうグラタン本当はもっとねいっぱいやりたいんですけど、好きだからしょっちゅうやりたいんだけど、上の子食べなんで上の子食べないんだろう。本当になんか偏食が多い子で、上の子がなんか今日もね、あのこれなら食べるかなと思って、あのなんかね、ツイッターにもあげたんですけど、下手くそな写真をね、じゃがいもとキャベツとベーコンを細切りにしてチーズと混ぜて、なんかあと小麦粉とかなんかいろいろ卵とか入れて混ぜてお好み焼きみたいに焼いたやつを出したんですけど、食べなかったですね。あれ下の子はなんかめっちゃおかわりしてすごい食べたんですけど、食べなかったんですもん。前は喜んでパクパク食べてたのに食べなくなっちゃったんで。グラタンももっと小さい時はね喜んで食べてくれてたんですけど、食べなくなっちゃいました。なんでなんだろう、子供ってグラタンみんな好きじゃないのってちょっと衝撃的にびっくりしております。シチューも食べないですし、ね、そうなんです。だからね、グラタンも作りつつ、ちょっともしかしたら上の子が食べないとか言うかもしれないんで、ちょっとふりかけご飯を出す準備をしていこうかなとも思ってますね。よっしゃ、
アニメの話に行こう。アニメの話に行こうと思ったけど、もう55分じゃん、もう。やだ、早いわね。じゃあ、あと1個だけにしよう。あと1個は、モルカー、見てました。2期。ドライビングスクール。そう、モルカー。ね、1期のバズり方がすごかったですからね。でもね、可愛かった。モルカーは本当に可愛かった。で、なんか子供たちも普通に、あの1期はよく見てましたね。あの、Amazon プライムとかで配信もされてたんで。で、子供が見ますからって言いながら、子供よりも自分が見たくて見てたんですけど、あのおかげでね、やっぱモルカやっぱ子供向けのクラフトアニメじゃないな、ああいうアニメフェルトアニメなんで、でおかげで幼稚園やらで会うね近所のお子さんたちがやっぱグッズとか持ってるんですよ、キーホルダーとか。なんかそれをね、見ては、それは、あら、かわいい、それは、白もちゃんついてるね、とか、あの、聞かれてもいないんですけど、なんか話しかけてしまったりする、ちょっと、やばいおばさんになっていました。で、なんか近所の、あの、同じ幼稚園のお母さんからには、なんか、あの、子供が、最近すごいモルカーが好きで、モルカーのこと教えてもらえませんか?とか言って、私聞かれて、あ、私このお母さんになんかモルカーのプロみたいな感じに思われてるんだって思って、ちょっと若干焦ったりしました。で、この質問された時はまだ2期やってなくて、あれ夏とかだったかな、まだ2期がやっておらず、でもやるよって告知はされてた時期だったんで、あのその10月からまた2期やるんですよっていうこととか、あとあのAmazon プライムとかの配信でも見れますからとか、あとでもそう10月から2期やるんですけど、モルカーじゃ検索しても出てこないんで、あの番組名違いますんで、あとやる曜日も違いますからって、あのすごいめちゃくちゃ説明しました。はいね、相手が引きかねないよね、熱量がね。もうオタクはこれだから困っちゃう、ほんと。なんか情報の提供がね、過度なんですなんかね、あの情報は多ければ多いほどいいでしょうっていう、この発想がなんかオタク特有なのかな。結構なんか相手が、あのいや、それそんなにたくさんいらないですっていうぐらい結構情報投げがちなんで、ちょっと気をつけなきゃなっていつも思っています。そう、でそれでドライビングスクールになってもモルカーは可愛かったね、すごい。なんかね、あのかわいそうなんですけど、泣くとね、モルカーちゃんが泣くとなんかね、キュンとしちゃいますね。泣くのがかわいい、泣かないでと思うんですけど、いやでもかわいいから、ちょっともうちょっと泣いてほしいなって思います。かわいいから、あの泣き声もね、かわいいですよね。ぷい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 じゃ、かわいい。私が一番好きなのはあのシロモちゃんです。あのシロモちゃんの多分一期のあの銀行強盗の話が相当好きなんで、あれで心持っていかれました。シロモちゃんかわいい。でね、持ち主さんもなんかシロモちゃんのことすごい大切にしててね、相思相愛なのもいいですよね。はい、ということで、でもうすぐ本当に10時になっちゃう。あっという間に終わっちゃうなあっという間に終わっちゃうので、ちょっと他にもね、なんか喋りたいアニメのことあったんですけど、ちょっとまた来週にしますね。あ、よかった、これで2週間か3週間ぐらい引っ張れるね、でもなんかね、アニメって楽しいですよね。あの漫画も好きだし、アニメも好きだし、うん、なんかね、物語って楽しいと思います。なんか漫画にね、色がついて、動きがついて、声がついて、で音楽もつく、で主題歌ができるっていうエンターテインメント性がすごく楽しいと思います、ね、いろいろ他にもいろいろ見たいんだけど、ちょっともうちょっとなかなかね、なんか後からやっぱなんか
今回の今期のあたり、今回面白かったアニメはなんやかんやみたいな話題がね出るんですけど、ツイッターとかでね。でもあ、どれも見てない、見れてない、あ、見れてない、うん、なんか話題になってるのは知ってたけど見れてなかったなって思うことが多くて、うん、そのうちきっと時間ができたりするんで、そのうちいろいろ見たいなと思います。チャットの方に行きます。来週から配信1時間にしましょうねえ、ありがとうございます。そう言ってくださるとすごく嬉しいね。でもなんかまあ一旦短く30分で毎週っていうのが一旦いいかな。なんかいろいろ今日が乗ってきたり、もっと余裕が出てきたら1時間も考えたいかなね。とかなんかね、いつかなんかゲストとかも呼んでやってみたいですよね。そういう時はもうちょっと長めにやれたらいいかな。で、八代さん、1日5秒くらいしか作れないらしいですよ、モルカ。そうなの ?1 日5秒、はぁ、膨大。もう聞いただけでもうはぁって思っちゃう。5秒だったら1話が3分もないか、2分ちょっとぐらいですかね、1本。5秒でしょ、ちょっと計算ができない。5秒、2分だとして120秒でしょ、120を5で割ったらいくつ。即答できないっていうね。ちょっとやった、電卓出そう。即答できない、信じられない。ちょっと本当にね、あのね、頭がね、あの、良くないんです頭が良くない。24か、24日、わー、24日かけてあの1本すごいな。もう本当にスタッフの方すごい。そうだよね、あんなね、だってあれきっと手作業で動かしてるから。いや本当に職人ってすごい。あのね、Eテレでね、プチプチアニメっていう、またこれまた子供向けの5分番組があるんですけど、これも結構なんかモルカーちゃんみたいなフェルトのぬいぐるみだったり粘土だったりがね、多分コマ撮りで撮られて動いているやつが、アニメがあるんですけど、あれも本当に手が込んでて、すごい、これ一本作るのにどんだけの労力とどんだけの時間がかかったんだろうって思いながら見てます、ね、大人になるとね、なんか余計なこと考えちゃうから、いいんだか悪いんだかなんですけど、うわ、なんかこれを作るのに一体どれだけの時間と、あれとこれとあれとあれとそれとあれがかかったのってね、思ったりするんで、ちょっとある意味純粋に見れていないのかもしれません、うん、と思いながら。はい、タンポポさん、松井さんをゲストに、あらね、松井さんもそうですね、そのうちきっと。ただ松井さんすごいね、お仕事がなんかめちゃくちゃ忙しそうなんで、でもちょっと聞いてみます。そう、でもなんかね、あの、松井さんとノイズくんと私でなんかすごくゆるいオリジナルとかやったりしてるんで、あれで何か進捗があった時とかはきっとあのご本人もいいですよと言ってくれる気がしますので、ぜひお楽しみにはい、ではお後がよろしいようで、じゃあ今日も皆さん忙しい週末にお付き合いいただきありがとうございました。なんかね、ちょっとまだまだ寒いですけど、ご体調など無理されるのよ、暖かくしてお過ごしくださいませね。明日は日曜日なんで休みの人も多いんですかね。ね、ゆったりと楽しい土曜日をお過ごしくださいませ。ではまた来週、ありがとうございました。またねー。Thank you.
る待ち待ちその都度か